永瀬正史このテロップ外してもらっていいですか僕の顔見えないんであ、はい座をつけない最上級座を理解して解決 This mountain is highest at this point これ、ハイエストに座がついてないんだよねこれを調べてみるとロイヤル英文法こんな感じ 他との比較ではなく、同一の人、物の性質や状態などについての比較を表す形容詞が保護として用いられる場合、普通、座をつけない。もう何言ってんのかわかんない。よね。だけど、この座をつけないっていうところに引っ張られちゃダメ、えー。大事なのは、どういう時に座をつけるのかの方が大事だから、そっちまず見ていこう。さあ、例文はこれ。This mountain is the highest in the world. というふうふに今度はね「座」がついているバージョンなんだけど「座」っていうのはね監視って言って前置詞3年監視8年って言われるぐらいかなり難しいところなんだよね。なんだけど今日は2つのことだけ覚えて帰ってもらえれば OK さあその2つがこちらはい1番「座」は最後が名詞で終わるっていうことそして「 ザはその名詞の輪郭で集団から切り離して目立たせる効果を持っているってことこれが分かってほしいんだけど実は一番だけどほぼほぼもう問題は遂げちゃうどういうことかって言ったらこれハイエストっていう単語の後ろにマウンテンが省略されてるんだよねだからこのザっていうのはそもそもこのマウンテンという名詞にかかっていくものになるのでもう絶対にないといけないものなのだからここにザがついているってこと もう正直これだけでも問題は解けるんだけどねさあそしてポイントの2つ目思い出して「ザはその名詞の輪郭で集団から切り離して目立たせることができるんだよねさあそしてこちら見てはいここにね A から D まで山があるんだけれども D のねエベレストこれが一番高いんだよっていうことをポコンと切り離して目立たせるイメージを持っているのがザの仕事なんだよね はいということでこちらの「座」がついていない最上級実はもうこれで簡単なんだよねこれハイエストの後ろ側にマウンテンは省略されていないんだよだってそうじゃないですかえこの山はこの地点で一番高い山だちょっともう意味不明ですよねだからそもそも座なんか必要ないのでさらにねえー、ここ 一番高いこの地点が一番高いっていうのがあってこれを、えー、なんていうのかな集団から切り離すっていうこと自体はこれできませんよね、えー、物理的に分離できるものじゃないです個別関係を表してるわけじゃないからだからザっていうのはこの例文ではいらないということになりますってことで今日のまとめはい、僕の板書載せといたんでスクリーンショット撮っておいてくださいしっかり勉強してね今日またかぶってるかかぶしちゃった <laughs> <laughs>